QV-10QV-10 は、カシオ計算機が1994年11月14日に発表した、民を向けデジタルカメラである、1995年3月10日より発売を開始した。2012年9月には、国立科学博物館が認定する重要科学技術資料の一つに認定された。小型のフルデジタルカメラは、QV-10 以前に存在していたが、 本製品は以下に上げる特徴的なスペックによって成功した。これはデジタルカメラ市場が発展する要因となった。カシオは1983年6月に携帯テレビ TV-10 を発売してから携帯テレビを得意としており、本製品も会社が公認した正式な開発はカメラ付き液晶ポケットテレビとして始まっている。正式に開発プロジェクトが始まる前に作られた試作機は ビデオデッキ並みの大きさと厚みがあったが、1993年4月にカメラ付き液晶ポケットテレビという形でプロジェクトチームを発足させて小型化を進めた。この製品の開発機は NHK のプロジェクト X の第90回でも取り上げられた。QV-10A1996 年3月15日には改良版とも呼べる QV-10A が発売された。 QV-10 のガンメタルからシャンパンゴールドにボディカラーが変更されて女性が持っていても違和感のない製品となった。初代モデルの欠点であった撮影画像の下部が緑色になる問題が修正された。画質にも若干改良が加えられており、こちらもロングセラーとなった。1997年2月10日にはより低価格な後継機種として QV-11 が発売された。 ボディカラーがシルバーになったこと以外に変更点は少ない。QV シリーズは画像サイズを VGA に向上させた QV-100 が1996年8月24日に発売されるなど後継製品の販売が続いていたがカシオの新しいデジタルカメラブランドは2002年6月にエクシリムシリーズに切り替わった2012年9月4日 渋谷のカシオ計算機象ルームに保存されている本機が国立科学博物館により第5回重要科学技術士資料として登録された。選定の理由としては世界初のカラー液晶モニターを搭載した一般向けデジタルカメラとして低価格と優れた携帯性、操作性によりデジタルカメラ普及のきっかけとなったことと日本の科学技術発展の独自性を示して カメラ文化の転換点を担ったことが挙げられている。なお、カシオ計算機の未来技術遺産としては、2008年登録の電子式卓上計算機カシオミニ、2009年登録の試作デジタルカメラ DC-90 に続く3回目の登録となる。この商品には不満な点も多く指摘された。それらは、QV-10 以降のデジタルカメラの発展の方向性を決定づけ、 標準装備として徐々に取り入れられていった。ありがとうございます。